してくれてありがとう。あなたにお祝いしてもらえて、今日一日ハッピーだよ。これ、スイスにいた時からずっと憧れてたの。はあ、うん、ポーヌ。お嬢様、お帰りなさいませ。なんて。これから花火でも見に行こっか。行く行く。イエイ。エマ？来て。え？いいんだよ、カリンちゃん。どんなカリンちゃんでも笑顔でいられればそれが一番だよ。だからきっと大丈夫。お菓子ばっかり食べてる。アイスはすぐ溶けてなくなるから大丈夫だよ。マジなの？おいしい。虹ヶ崎学園といえば、カリンちゃんが迷う。あの船がゴールするのに合わせてランジュちゃんのステージが始まるんだよ。ちゃんと応援しに行かないとね。ケーキおかわり。面白い。虹色が溢れる強く変わる音が
マ、お誕生日おめでとう。エマに甘えてばかりの私だけど、たまには私にも頼ってね。エマさん、お誕生日おめでとうございます。美味しいパンを買ってきたので一緒に食べましょう。エマさん、お誕生日おめでとう。今日は私がエマさんに子守歌を歌ってあげたい。エマちゃん、お誕生日おめでとう。今日はカナタちゃんがお膝枕してあげる。おいでおいで。エマ先輩、お誕生日おめでとうございます。お誕生日ソング歌います。エマさん、お誕生日おめでとうございます。今日はピクニックに行きましょうね。エマさん、お誕生日おめでとうございます。可愛い髪飾りを見つけたのでぜひつけてほしいです。生日快乐、お誕生日おめでとう。エマ、会場を包み込むようなエマのパフォーマンス大好きよ。エマッチ、ハッピバー。すごい気持ちいい公園を見つけたの。ピクニック行こうよ。ハッピーバースデー。エマ、これ僕が作ったサシェなんだ。エマの好きな香りだといいな。エマさん、お誕生日おめでとうございます。美味しいパン屋さんを見つけたんです。一緒に行きましょう。